こんにちは。j1bjt です。令和4年8月期一山国家試験無線工学のね分析をしましたので、今日はそれについてお話しさせていただきたいと思います。最初にね。問題の傾向、あと過去問との対比をですね。1問ずつ行います。で、最後にね。簡単なまとめを知って終わりにします。どうぞよろしくお願いします。まずね、今ので、ね、問題の傾向なんですけども。 過去から現在にかけての傾向ですね。ここ3,4年の間に難化が著しいです。一陸技とかね、二陸技、えー、そういったところからのね、利用した問題がね、入ってきてます。その結果ね、合格率がね、下がっています。30年の42.3%、令和1年35.3%、令和2年28.0%、令和3年はね、まだ出てないんですけども、非公式にはね。 20%に近い22%とかそのくらいまで下がっているんじゃないかなって話もありますでそういうのがあるんでね結構ねここ最近としてはかなり合格が難しくなってきていますあくまでもここ3,4年のお話ですでその中でも季節変動があって令和1年の8月、令和2年の9月、令和3年の8月に新しい問題が多めに出ていて まあそれに伴ってです、ね、過去問ではカバーされない問題が出ているひねった問題が多くなっているということで難易度がアップしているように見えます。で今回の、ね、令和4年8月もやっぱりある程度新問題があってでこれは前回の4月よりも新しい問題は多めに出ている感じがありました。今日8月12日時点での分析です。 でこれ実際にね私自身がね受験生としてね受験した上での話なんでね、えー、そういう視点で見て話をさせていただきます。一山はね過去問だけ勉強しましまで二山に関しては今年の4月にですねほぼ9割以上の得点で合格をしていますそこからね一山向けの勉強してきたんで、ね、三山二山一山っていう形の勉強できています。す、う、べ、ん、て過去問を 分析することによって勉強していますで今回のね分析なんですけども過去問の試験問題をですねまあ、実際のね受験した問題はこれですけどもこれの1問ずつを過去の試験問題と、えー、目でね突き合わせてチェックして、えー、炙り出しました類問のね炙り出しとかですね完璧ではないかもしれないんですけどもあらかたねこんな感じだっていう傾向はつかめると思っています あくまでもね参考情報となりますどこからね、えー、引っ張ってきてるかっていうのをね参照ちゃんとリファレンスつけるようにしてるんですけどももしかしたらそういうところをですね語気がねあるかもしれませんそのあたりはねご容赦くださいじゃあ行きますこれがね、えー、全体としての概要になりますリスト化してますけれども A 問題25 A 問題25ですね B 問題5あってそれぞれがねどんな風になってるかなっていうのを概略で、えー 分析したものとなります以前ね1回も出してますけども今日時点でいくつかですね修正追加して最新版のものにしたものですあくまでも私自身がまとめたものなのでね大体のね傾向をつかむという上では十分じゃないかなと思いますぜひこれを参考にしてくださいでこの後ね1問ずつね全部お話ししていきます で当然あの新しく出た問題に関しては私の方でいまだに分かってない問題とかあるんでね問題の解説まではできないんですけども、えー、過去問にあるようなもんに関してはですね多少ヒントみたいなものは言えるところもあると思います。じゃあ行ってみましょう。1問目 A のこれは、ね、電気物理ののコンデンデサーの領域になりますねこれパッと見てみた瞬間になんとなく見覚えがあるなっていう感じなんですけども過去問はあります。 どんな過去問かっていうとこんな感じですね左側が過去問で出たもの右側が今回の問題ですぱっと見でわかると思いますけども回路図は同同じじでですすよねで使う法則も同じですただ求めるものが今回変わっていて前回は電圧を求めるっていうものだったんですけども今回は静電エネルギーの相を求めるっていうふうに変わっています。 えーまあ、あの値は違いますけどね。ということでほぼ類問ということで過去ににあっったものってていいう位置づけにしています多分ねこれ左側が出たのがね最初に出たんじゃないかなと思うんでね,それね平成1年ちょうど3年前の夏なんでねそれから3年経ってこちらのね、えー、問題が出たんでね、えー、特に難しくはないと思いますじゃあ次行きましょう、A、2こちら電気物理のコイルですね これもね、なんとなく見た感じがするんですよね、えー、5個あってその中から誤りを選ぶもの過去問はこんな感じ、まあ、これもね見た目が一緒ですほぼ一緒です問題の形式も一緒ですこれもね平成3年の4月ですね去年の4月に出てるんで割と新しい問題になると思います5個ね書いてあってそのうち1個間違いがあるのを見つけ出すという話になります回路図は同じですよね ただね、コイルの向きがね、こちらとね、こちらね、違うんですね。えー、まずね、コイルの向きで、えー、どうかっていうのを、ちゃんと図から読み取る力が必要で、あと使う法則は同じですね。自己インダクタンスと相互インダクタンスの関係、あと結合係数ですね。そのあたりが分かれば解けると思います。あと、重要なことはですね、この巻線の、巻数ですね、巻数の比が、 どういうふうに聞いてくるかっていうところですね。そこがわかれば、まあ、この問題は特に難しくないです。過去問をちゃんとやっていればこれは解ける問題になります。はい、じゃ次ですね。A の3番、抵抗を求める問題なんですけども、電気回路の電流回路です。これもね、よくある問題のようにも見えるんですけども、この形の回路の形式で出されたのは多分初めてだと思います。 私はね、この手の問題はね。ちょっとひねった問題っていう風にしてるんですけども、過去問そのものではなくて、少しひねりを加えた問題ですね。これね、多分ね。一夜までは出たことがないです。そういう系統の問題です。r2 の抵抗値を求めなさいっていう問題なんですけども、まあ、当然ね。キルヒホッフでも何でもね。あのゴリゴリね。計算していけばね。解ける問題なんですけども、も、えー、よくね。これ落ち着いてみればね。 あ,あ、そういうことかってわかると思うんですけども、この R1 と R3 ってこう並列になっている抵抗を合成抵抗にしてしまえば、一つね減るじゃないですか。電流の分岐も減るし抵抗も減るんでね、簡単になります。これね暗算できるんですよ。これ R1 と R3 っていうのは40オームと10オームなんで、これの合成抵抗は和分の積40、40たす10で50。 分子が 40×10 で40050分の400で8オームこれを合成抵抗にしてしまうと8オームっていう抵抗がもう一個 R2 の並列で入ってる形になります。じゃあ電流はっていうと I0 が6アンペア I2 が2アンペア6アンペア来てこっちには2アンペア流れる。ってことはこれをまとめちゃった合成抵抗の方には4アンペア流れるんで。 4アで8ムってことはここの電位差はボルトですねここに電位差が必要になります。で I2 がここが2アってことは2にいくつをかけると3 0になるかじゃあ16だよねっていうことで暗算でねポッと出ちゃうと。これがね1分ぐらいで、ね、出るような話したんでね、えー、それが分かれば簡単な問題なんですけども。 試験の当日はですねそれがですね分からずにですね一回ね計算してねうまくいかなくてちょっと一旦やめてですね別の問題解いてから戻ってきて、えー、再度計算し直して、ね、解いたりとかしてるんでねあんまり偉そうなことは言えないんですけども冷静に落ち着いてやったらできる話なんですけどもこの形の回路形式での出題は初めてだったんでちょっとですね時間がかかってしまった問題になります私の場合ですねはい。 じゃあ次行きましょう4番ですはい4番これもねあの辛いんですけどこれはね多分ね初出題になると思います多分に、ね、二陸技か何かのから持ってきてる問題っぽいんですけども編成期 T を用いた回路のインピーダンス戦後についてこれあのまあ自分で解いてね結局僕間違えちゃったんですけどもねここら辺ですね、えー、4択をね2択まではねこれ絞り込めたんですけどね ここのね、巻線維比のところがね、どっちかなっていうのを、ね、ちょっとあの間違えてしまってですね <laughs>、えー、これは落としてしまいました A 問題ね3つ落としたんですけどね、そのうちの1つがね、こちらでした解ける人はね、解けてると思うんですけども初めて見てね、えー、ちょっとうまくできなかった問題になりますじゃあ次 A の5番これはねあのパッと見た瞬間ねあーってわかると思うんですけども,これも当然ね過去問がありますはい えー、全く同じ形で出たのはね平成28年かな結構前になるんですけどもこれどういうことかっていうともの出ています直列もね出るんですよで直列の時とね並列の時どうかっていうのはねあると思うんですけども、えー、今回ね並列で出てるんでね答えはこちらになるんですけどももしこれがね直列の LC だったらこれになりますよね多分ね。 で、この辺りね、どっちかなっていうのをね、間違えないように、並列、直列、どっちもこうきちんと、どっちがどっちだってことを確認した上で回答するようにはしています。まパ、あ、ッと見でね、もう覚えちゃってる人にとっては、これサービス問題なんでね、間違えることはないと思うんですけども、えー、そんな感じになってると思います。じゃあ次、A の6番ですね。今度セラミック発信紙です。セラミックはね、発信紙で出る時とフィルターで出る時と2つあるみたいなんですけども、 今回はセラミック発信紙で出ていて過去問はこちらですね、えー、一つ前に出たのは令和2年の9月ですね2年前の9月に出ています今回の問題と前回の問題は全く一緒なんですけどもこの手の問題はもう少し昔から出ているんですねでその時何が違ったかというと、えー、穴埋めの問題のうちこれが3つではなくて、ね、2つなんですよこれ2のところに 発信させるためには一般にコルピッツ発信回路の何と置き換える方法が採用されてるっていうのが、これがね、追加されてるんですよね。もう少し前だとそれはなかったんです。セラミック発信紙についてのみだったんですけども、もう一つね、追加されてしまったことによって、コイルだったかな、コンデンサーだったかなっていう選択肢がね、えー、出てしまったので、えー、ちょっとだけね、難易度が高くなります。で、当然ね、これはね、あの、一問一点ではなくて、全体で5点なんで、 以前のものができたとしてももう一つ答えが見つからないと5点取れないっていう問題に変わってしまってるのでまあそれがね変わったのが多分令和2年の9月だかこれかもう一個前からちょっと忘れましたけどもそんなタイミングだと思うんですけども過去はこれはなかったりします。でこれピツ発信回路の何と置き換えるっていうのはコイルですねコイルと置き換えればいいんでっていうふうに選んでいけばできると思います。じゃあ次行きましょう A の7番 これもね、えー、過去問にありますいつあったかっていうとこちらですね平成30年の12月に出てますまあ、4年ぐらい前ですね4年ぐらい前に出てる問題になりますねでこれは多分同じ問題ですね全く同じ問題、えー、プッシュプル回路ですね OTL プッシュプル回路についてどんな風に呼んでますかとかねまあまあ、コンプリメンタリー型なんですけどもクロスオーバー歪みとかねこの辺りセップとかねこう覚えてればね 答えられる問題ですけどもえー、まあ、一応ね、これとこれに、ね、続いて同じなんですけどもすぐには出ないと思うんですけどももし次に出るとしたら何かこれにもう少しひねりが加えられる可能性があるんじゃないかなっていう風に見ておくのがいいんじゃないかなっていう風には思いますじゃあ次行きましょう A-8 これはですね MOSFET なんですけども MOSFET をこういう形で聞いたっていう問題は ここ5年とかにはなかったですしその前もねちょっとなかったんじゃないかなって気がするんですねで、どこからか流用してきたんだと思うんですけどもちょっとその流用元がわからないですでこちらの問題ですけども私これ間違えましたはい、えー、過去問とかでねこういうのがあったかどうかってのあるんですけどもスウェットのあの特性みたいなものっていうのは多少はわかってるんですけどもちょっとですねこの5番がよくわかんなくて 五番がよくわかんないってことは五番なのかなと思ったんですけども、三番のですね、これに騙されちゃってですね、モスベットの大半は N チャンネル型である、うん、N チャンネルの方が使い勝手がいいんで結構使ってる気がするんだけど、大半ってどのくらいの割合だろうと思って引っ掛けかなと思って三番選んじゃってで激震したんですけど、素直にわけわかんないこと言ってる五番にすればよかったなっていうのはあるんですけどね、まああのわかんないものを選ぶときの話なんですけども、今回私はこれは落としました。 A 問題でね、二つ目のね、ミスですね。はい、じゃあ、次、A 久いきます。はい、A 久。これもね、よくありがちなね、ものですね。見たこと多いと思います。不帰還回路ですね。こちらもね、過去もありますね。当たり前ですけども、全く同じ形の問題ですね。説問で聞かれているものは、平成二十九年八月まで戻るんですけども、この形でね。あの、なんか違う値を聞くってことは、よくあると思うんですよね。で、今回の問題っていうのは何が？ 聞かれてるかっていうとまあ、これのね増幅度の値真数でね聞かれてるんですけども電圧増幅度 A っていうのが1万って結構大きいですよねこのこちら左側のね線で割と大きいです公式書いてないですけども1プラス a 倍のベータっていうのが分母であってその上の分子が A なんですよね多分この機関の増幅公式っていうのはで A がね十分に多い時っていうのはこの 分母の A 倍の β に比べるとプラス1なんてものはほとんど無視できるものになってしまうんでそういう場合は分母と分子の A をそのままね切っちゃえば β 分の1になるんですよね。っていうのはこれはねあのよく公式の説明にもついてるんですけどもこの問題見た瞬間に β が0.1だからあベー β 分の1だから10だよねって即座に瞬時に回答できるようなレベルの話だったりします。はい、じゃあ次10番 でデジタル延長こちらもね過去問ありますけどもこれもね見た瞬間にねあこれとこれだったらあこれだよねみたいなのがねすぐね分かるような問題だと思います。過去問ももね、平成29年のの8月に全く同じものが出ていますでこれの類問という形で言うとヒトパーセコンドのところですね実際の数としてね計算するっていう類題なんかが多いと思うんですけどもこれ古い方法で出てる問題の を利用してるんですけども古い方だとこういう簡単な定義だけで終わってしまうことがありますでこの後ね多分間で出てるのはね何ヘルツで何ビットでっていうのそのそビット数が例えば8ビットで,でプラス2ビット足すとかっていうのがあってで全体で BPS がいくつかみたいなねそういうような問題になっていたような気がします、まあ、この辺りもねそんなに難しい問題ではないですねじゃあ次いきます A-11 これもよよく見る問題ですよねこ全力同復比整合期とかでねで利得が上がって下がって全体でどうかって話なんですけどもこれも過去問があって出力電力を求めるっていう問題だと27年8月ぐらいまで遡っちゃうんですけどもこれねこちらとこちらがどう違うかっていうと左側ね 10dB と 1dB なんで10上がって1下がってで10-1で9なんですよね。まあ 9dB っていうのはね割とすぐ出る話だと思うんですけどもこちら側の右側は 15dB 足して1引くんで 14dB なんですよね。14dB っていうものが何かっていうのが一瞬出ないっていう場合もあると思うんですけども 14dB っていうのは 20dB から 6dB 引いた形要は10倍10倍でそれを割るって形ですね。 で25倍になるんですけどももともと入力の 35W で25倍すると875っていう数が出ると思うんですけども、まあ、そういう DB 計算がねちゃんとできるかどうかを問われてるだけなんでそんなに難しい問題ではないですが 14DB っていう値がちょっと一瞬こううまく計算で使えないっていう場合は悩むかもしれないです。じゃあ次 はい、次12番ですね。これもスプリアスのものですけども、これもね、過去問で出てきています。おそらく旧スプリアスの企画から新スプリアスになった時以降に、こういう問題が出るようになったと思うんですけども、過去問だと、まあ、直近だとね、令和2年の12月っていうところで出ていて、今回もほぼ同じ形式の問題です。これもデ d ー計算ができればね、いいだけの話なんで、そんなに難しい問題では、 ないですけどもパッと見で見るとねこれ法規で出てくるとねちょっと焦っちゃう問題なんですけどもまあ、あの数字を計算するだけのね簡単な問題なんでねデビ DB 計算だけやれば大丈夫な話になりますじゃあ次いきます13番はい。13番のね受信機の総合変調もこれもよくある話でね総合変調による渾身っていうねこの定義です当然過去問もありますで、過去問とね今回の問題 二十九年十二月に出た問題と、今回の問題も一緒です。これも五年以内に出てる問題になりますね。なので、ここら辺もね、えー、きちんと覚えていれば、すぐに答えが出せるサービス問題になるんじゃないかなと思います。ただ、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、これ出てます。これ、今回同じです。もしかしたら、これの変形版があるかもしれないんでね。そういったところは、考えておいてもいいかもしれません。はい、じゃあ、次、十四番。 で14番ねこれね初めて見ましたこの回路。FM 受信機のスケルチ回路ってなってるんですけどもあの、まあ、スケルチがねどういうものかっていうのは、まあ、まあここら辺のね問題になるんですけどもね回路図からもう読み取らなきゃいけないものもね1個あってちょっとね自信がなかったんですけども、まあ、これ私、まあ、たまたま会ってたんですけどね A と C は分かったんだけど B がどっちかなっていうのはちょっと悩んだんですけどもこの説明を読んで。 回路図を見たらあ,あまあふかなっていうのが分かったんで答えられました。でこの問題をえっ、ー、と特に勉強しないで見てる人っていうのはまあ、簡単な問題じゃないかっていうことがあると思うんですけども、一山の昔の問題にこれがなかったっていうのとスケルチ回路のその回路図みたいなのが出たっていうのは多分初めてだと思うんですよね。そういうのってね結構試験の会場で見ると焦るんでね。 危ないですねっていうふうに私は思いましたもっとね落ち着いてできる人だったらねなんてことはない問題かもしれませんけどもこういう回路図とかね普段あまり不慣れな人間からするとですね、えー、こういう問題でもですねドキドキしちゃうっていう感じがしますはいじゃあ次15番こちらのね15番受信機の SN 費ですね SN 費自体の問題でね大したことないと思うんですけども間違い探しのね選択肢がね新しくなってますと で過去問だとこんな感じですね。令和1年の8月にね、同じような問題で出てるんですけども、まあ、今回の問題でのね、誤ってるものっていうまあ5なんですけども、ここがね、変わりました。別のものが入ってます。でこれをちゃんとね、合ってるかどうかって見つければいいってだけなんですけども、誤ってるものを探せっていうのは、明らかに誤りだってわかるものが1問、すぐに見つかればいいんですけども、 他の4問が正しいってことも確認できないと確実には点数を拾えないんで、結構意外と気は使う問題になると思います。では次、16番、えー。16番ね、これもね、よくある問題だと思うんですけどね。ちょこっとだけね、変わってるんですよね。じゃあ過去問との比較。はい。令和3年9月、ちょうど1年前に、ね、出てます。ほぼ同じ問題ですけども、 ニッケル水素電池についてね、えー、それをねどんなものかっていう,こう説明した文章になってるんですけども、まあ、これにねえっ、ー、と2番目のところでエネルギー密度をね他のものと比べてるんですけども前回はニッケルカドミウム蓄電池と比べてどうかなっていう話だったんですけども今回はリチウムイオン蓄電池っていう形になってます。まあ、こちらはねさらに簡単っていう気がしなくもないんですけども、まあ、一応ね少しずつね変えてきてたりするんでね まあこういう出題もあるということです。じゃあ次ね十七番。十七番ねこれ変圧器です。これもねなんかちょっと見たことあるなあってやっぱ過去問にありました。はいじゃあどこにあったかっていうと、はい、令和二年十二月。割とね最近で、ね、出てるんですよこれ変圧器の問題ね。これも過去問で解いたんですけどもまあ二年前ですねの問題で取りました。 ただねこれ後で調べたらこの2年前に出た時の前はだいいいぶ間が空いてたらしいんですよね、まあ、この問題が難しいか難しくないかっていうと難しくはないとは思うんですけどもちょっとね見慣れない感じに感じたので一応計算はできたんですけどもこれで本当に合ってたっけっていうのはですね結構自分の中ではあの確証が持てなくて、えー、終わった後これ合ってたかどうかって分からなかった問題になります。 えーまあ、実際ねこちらの問題もねあ,のあったので、ね、これで計算し直したらねこれ合ってますってことは分かったんですけども、えー、ちょっとねうろ覚えになってたところがありました私の場合ですけどもはいじゃあ18ですねこれコンバーターですねこちらもねえ去、ー、もあります、えー、前回出たのがね令和3年4月1年前ですねでこんな感じになってますけども、まあ、ほぼ同じなんですけどもね 誤ってるものを探せっていうところで誤っっててるの部分が変わってますそんなに難しくはないんですけどもねこの手の問題何か引っ掛けがあるんじゃないかなっていうふうにねうがった見方をねしがちなんでね、えー、それなりにね試験の会場では結構時間をかけて確認をしていたりします。じゃあ次19番はいこちらねアンテナ給電線の話ですけどもこちらも間違い探しの選択肢がちょっと変わってます過去問もあります。 過去問ね前回出たのは平成30年12月こんな感じで出ていますで誤りのね部分がね今回変わっていますじゃあ次20番はい20番ねこれはこの形のものを見たのは初めてですこの絵はこの絵を見たのが初めてっていうのと穴が4つ開いてるっていうのも初めてですちょっとねこれどこから来たのかよくわかんないんですけども 多分陸技とかそ2陸技とか1陸技とかどっかの問題からデチューンしたものとして出してるんじゃないかなっていう風には予想するんですけどもちょっとそちらのね問題がわからないんでどんな感じかっていうのはですね過去問で違うんですけども一山の中で何かっていうのをお見せしますこんな感じですねはいちょうどね1年前にねこれが出ました1年前に出た時はねこれだけなんでねこちらの Z と Z0 と RA の関係っていうのは 公式があるんですけども、それをきちんとね覚えて理解していればそこから導出することはできる問題になってます。ただこれが出たのは多分この時最初なんじゃないかなっていう気がするんでね、いきなり出たらねちょっと厳しいんじゃないかなと思います。でこれがね前回出てるんで、これと同じ問題が出ることはないだろうと。もし出るとしたらひでるんじゃないかな。 っていうふうには思ってはいたんですけどもやっぱりひねったっていうかですね追加されちゃってですねこんな風になりました文章もね長いんでねこれを理解するのがちょっと骨が折れた感じですけどもここでね偶数倍か奇数倍かとかこういうさらにこう聞かれてるものがあってまあこれ奇数だろうなっていうのが4分の1とかね奇数とかっていうのはね多分なんとなくわかると思うんで、あとここは計算してあの 合うかどうかだと思うんですけどもちょっとこれも自分でですね、えー、自信がなかった問題ですね多分が奇数で良かったと思うんだけど奇数じゃなかったらどうしようみたいなねそんな感じで終わった直後は合ってたかどうか分かんなかったって思ってた問題になりますそういうのがあるんでねやっぱ過去問になかった問題っていうのはね心臓に良くないですはい、じゃ次21番いきます21番はね電波… 天ンの電離相反射の話ですけれどもこれはね見た瞬間で、ね、ほっとしますねこれはよくある過去問にあるやつですけれども、えー、と周波数の方を求める問題としては平成30年12月に出てますこれもね5年以内に出てますね、まあ、当然ねこれねあの周波数だけじゃなくて距離を求めたりするものもあるんですけども、えー、まあこうやってね公式がこちらに書かれているものだと Fm イコール FC セカンドシータってあるんですけどね セカンドシーターなんて実は使わなくてね三角形とどことどこかっていうだけなんでねこれで出てくる三角形っていうのはあのここの角度はね45度45度になってるか30度60度になってるかあとまあ電離相反射なんでね、まあ、その実際の高さもあると思いますけども、えー、地上の高さはね300キロってなっていて距離は600だったら1対1こっちの800だったらねえー こっち400になるんでね、3対4対5ってそういう三角比でしか出ない問題だと思うんですけども、まあちょっとねこれはあのほっと一息つける問題になると思います。じゃあ次ね22番こちらもねまた電波電波でデリンジャゲーションについての問題になります。これもね過去もありますね。で令和3年9月ちょうど1年前に出ていますね。で1年前に出た時と 問題が多分同じだとと思いますね特に変わってるとこないいと思いますね、はい、なのでこれをちゃんと覚えていればできると思います。電ん以上に関してはいろいろあると思うんですけどもねデリンジャー現象を聞くもの磁気嵐を聞くものいろいろ出ると思うんですけどもこの辺りはですねそれぞれの定義をしっかり覚えるしかないんでねこの形の聞かれ方だったらうまあ、く出るんじゃないかなと思うんですけども多分このね3番目の C に入ってるね高緯度か低位度ってまあ低緯度が 答えなんですけどもこれもね昔の問題はねこれがなかったりしたような気がするんですよね選択肢の中選択肢自体がここなかったような気がするんですよねで少しずつなんかこうあの工夫をするというか追加しながらこういう問題になってるんじゃないかなっていうのを昔の問題を眺めるとそんな風に思いました、はい、じゃあ次23番はい A の23ですこれねやられたと思ったんですけどね 初めて見ました2陸銀ねこれと同じような絵があったらしいんですけども、えー、まあそれはねもうちょっとねあの計算も必要なねもう少し難しい問題だと思うんですけどもこういう形の出題はね、えー、どうなんだろうな初めてだと思います。CM 型方向性結合器っていうのはね出て当たり前って言われ当たり前なんですけどもここまで細かく聞かれたものは初めてです。でこの問題なんですけども 元々はですねこういう CM 型方向性結合器の原理っていうところで言うとえ穴埋めの穴が、えっとですね、この電流 i とかこういうん V とかって話はなくてですね容量結合と有電結合によってっていうような、ね、ここはね穴埋めになっていたりするわけですよ。でそれで、えっと、まあ進行波と反射波。 っててていいうのが多分抜けていて進行波と反射波が測れてとかでそれから、えー、VSWR とかね、まあ、そういうものがね算定できるとかね定罪波弊を算出することができるとかね、まあ、そういうところが抜けてる感じの問題でしかなかったんですけども少しずつ難しくなってきていて今回はここまで聞かれてしまいました。でそのよくよく考えればですね この CM 型方向性結合の C っていうのはコンダクティブになるのかなあの静電容量の方だと思うんですけど M はですねこれあれですね本当はねなんでねその辺りとかからしたらねまあ、うん、ちゃんと冷静に考えればね解ける問題だって言われたらそれは確かにそうなんですよ。で今解けって言われたら解けるんですけど。 あの前半はねでこの後半の CT のね進行波と反射波ってところが素直に進行波と反射波でいいのかどうかっていうのはやっぱり結構迷ったりしたのでまあこの辺りですね素直だったら合 <laughs> ってたかもしれないんですけど <laughs> うがった見方ですごい考えちゃってこれは間違えました私 A 問題で3つ間違えたんですけど3つ目に間違えた問題がこちらになりましたはいそんな感じじですじゃあ A の24番 でこれねすごくね落ち着きますよねこれ見るとねオーソドックスな問題で当然ね囲まりますけどねで同じ形で出たのは1個前は令和1年の12月3年前ですね3年前に出ている問題で、えー、抵抗値を単にに計算すするだけの問題になります、まあ、これはね出たら取れるサービス問題なんでね、えー、ありがたいと思います。ほ、はいまあ、他の問題がね難しすぎるんでねこういう問題入れてくれないとね ちょっと薄まらないんですけども、まあ、これはあの良かったです。はい、じゃ次25番。でこれね最後のね A 問題の最後、送信機扱いしてますけど、アマチュア衛星通信に関する問題ですね。これもね過去問題類似なものもありますけども、はい、えー、選択肢がね変わってますね。誤りの部分が変わってます。当然ねあの実際の試験会場では今回の問題しか見れなくてね、これだけで見るんですけども。 頭の中の記憶残っているのは2年前の平成2年9月のこちらの問題ですねこちらの問題がなんとなくこんな風に出題されていてこれがあっててこれが誤っててこれが誤りで選んだっていうのは自分の中であるわけですねでそれと比較してね今回どうかっていうところなんですけどもまあ、あの本当にこれでいいかどうかっていうねちょっと悩んだところもあるぐらいですねまあ、答えはねこれでもうすごく分かりやすい 間違いなんですけども逆にこちらでねあの覚えてたもんですから覚えてたとかねこれの頭の中にあったんでね、えー、FM 電波のみであるっていうかね前回間違いだったと思うんですけどね F3E の他にこうやってこういう出ててデータって F1B だったっけ F1B が流れるとか、なんかちょっと変なことをちょっと想像してしまってですね、えー、結構ここ悩んだんですけどもまあ、アンテナでですね。衛星で垂直円波のみってそりゃありえないでしょ？っていうのがね、えー、そっちの方が絶対間違ってる可能性が高いんでえー、まあ、選べましたけど、そんな風な感じの葛藤が <laughs> 実際の試験地は個人的にはありました。これでね、えー、問題終わりになります。 はいじゃあ次 B ですね、はい、B 問題だけで疲れちゃったんですけどね B 問題あと5問なんでね最後まで頑張っていきたいと思いますこの B 問題の1番目これはねよくある話でね過去問にあるものです過去問だとねこれですねはい前回出たのは30年8月ですねこれはね電気物理のね電磁誘導に関するまあ各種のね法則についてのものなんでね 基本的に覚えておかなければいけないものになるんでねこれはこのレベルのお話は出たら取れるサービス問題になると思いますじゃあ次 B の2はいこちらの2こちらもねあの前に出てるんですけども、えー、1個だけね証文がね変わってるんですよねこんな感じです過去問はこちらはい前回出たのが令和3年4月ですね こういういうに出てます。ほとんど同じなんですけどもバラクタダイオードのね動作原理についてどうかっていうのがあってですねこの問題も過去から少しずつ変わってきていて、まあ、今こうやってねあの絵がついてますけども、えー、この辺りのね前半の説明みたいなものとはね結構求められるようない3つぐらい穴開き問題のものってのはあったと思うんですけどもまあ大体最後はどうしてでもですね、まあ、可変容量ダイオードはバラクタダイオードとも呼ばれているぐらいでね 終わるかなと思ったんですけど今回はそこが1個ずれてですねこの寒容量ダイオードの電極寒容量はどんな単位のものが主流であるっていうこういう問われ方しちゃったんですよねマイクロファラッドかピコファラッドっていう形になってですねこれはペーパー勉強しかして私みたいな人間にとってはきついかなっていうね感じがしましたあの。 PN 接合とかであ空母性で,ですよねでできるものなのでうーんどうなんだろうなとか思いながらですね容量的には小さいはずだよねピコだ,ピコだったような気がするなぐらいのか、ね、すかな感じでまあでも1点これ取れなかったかもしれないと思いながら泣きながらマーキングした気がします。まあ、言っときますけどもその B 問題って小文が5個あって1点ずつなんですけども。 えー、合格ラインって全体で1 5 0分の105 5なんですよね、えー、5点単位で合格ラインが決まってるんでもし最後のギリギリこれ1点落として落ちる105点が104点になるっていうリスクがね結構あるんでこういう問題はね心臓にめちゃくちゃゃく悪いですこの問題はねめちゃくちゃ敵があるなっていうふうにね思ったぐらいですね辛い問題でした。まあ、としてですねはい じゃあ、B の3ですね。こちらのね、えー、アンテナ利得に関してはねよくある過去問ですねはいこれもパイ、えー、平成30年8月に出てますね、えー、で全く同じ問題になってると思いますこの辺りでですね、まあ、間違える可能性はないと思うんですけども多分最初のこのアンテナ利得の G の指数かなここを。 どっちにするのかなっていうところを逆に書いちゃう人がいるかもしれないっていうところを狙った問題かなっていう,ふうに思ってますねあとは大丈夫だと思うんですけどもまあねここら辺のね2.15デシベルで審査だと1.64とかってこれもね暗記しとかなきゃいけない問題だと思うんで多分大丈夫だと思うんですけども、まあ、あの平成の30年もっと昔に出てた問題だとここまで5個も聞くような問題はなかった もうちょっと簡単な問題の出し方としてたような気がするんでね。まあ、今はこのくらいまで覚えなきゃいけないのかなっていう風うに思いますね。はい、じゃあ b4 番いきます。はい、b の4番はね。ラジオダクトについて述べたものなんですけども、これもね、えー、過去もあります。はい、こんな感じですね。前回出てるのが31年4月で今回、えー、こんな感じだったんですけども、もえー、これね。出てるのどういう形かとね。a 問題で出てるんですね。 今回 B 問題でで出ててるんですよこ,この違いって分かります A 問題ってえこの記述があって誤っているものを1つ選選びなさい1個選ぶだからそれはもう明らかに間違ってるってものをこの中から選べるような設問なんですけども合ってれば5点もしそれを間違っちゃうと0点って感じなんですけども今回はそういうものを全部バラした形で。 正しければ1。誤ってれば2って言って11点ずつですね。やっていく問題になります。全部きちんと合えば5点取れますけども、1点落とすと1点落としちゃうという問題があってですね。さっきの話じゃないですけども、これも。 1>, うんあの1点落として105点が104点になるかもしれないぐらいのね他の問題との兼ね合いで考えた時には結構きつい問題だと思いますで実は私この中で1個だけですね失敗して1点失ってますで、えー、この過去問の中から出た問題で間違えたのはその1点だけだったんですけども、えー、1つ間違えましたやっぱねパーフェクトはないですねはいそんな感じですじゃあ最後の B の5ですねはいじゃあこちらがね b の5なんですけども、これはもうあの問題自体に敵よりも悪意を本当に感じた問題なんですけども、初出題ですね、えー、流用元不明です、はい。受信機の選択度の測定についての問題なんでね。測定分野になると思うんですけども、えっとこれ、あの受信機自体はですね。よく分かっていてまあ、そういうものをね、えー、自作してる人だったらこんなの当たり前っていう話になるかもしれないんでね。 そういう方にとってはサービス問題かもしれないんですけども私の場合はですねこれはちょっと初めて見てわからなくてですね、えー、日本語もそんなにね得意ではないんでね日本語でできるかなと思ってるところが埋めてみたんですけどもちょっと間違えて入れたものがあってね5問中できたのが3問で2問失って, 2, 失って2点失ってますはいそんな感じなんでね私にとってはこれはちょっと難しかった問題ですはいこれでね A 問題 B 問題で説明を終わりました。お疲れ様でした。でねここまでね見てきましたけどもどんな感じだったでしょうか。過去問でねどのくらいまで取れるのかってことなんですけども今回の令和4年8月期の問題の傾向こうやってね振り返ってまとめるとですねうん割とね簡単に見えちゃうんですよね過去問とねそれぞれ対してみるとですね。 ただねその過去問を解くのはできても過去問からひねった問題とか過去問にはなかった新問があってですね初見でこれを解くのは、まあ、実際ですね私かなり難しかったと思ってますこちらねこうあるんですけども二時間半試験時間があるんですけどね例えば二山の時とかって一時間で終わってるんですよねで一山の過去問も これも前回の4年の4月期までの問題とかを解くのはだいたい1時間あれば105点は絶対超えたなっていうのに近いような感覚があったんですけども今回全くそれがなかったですね試験中は。で2時間半完全に使い切ってなんとかあの回答しきったっていう形です。確実にに合格すすするためにはどどうすればいいかって話なんですけども あくまでもこれは私自身の見解でしかないんでねこれが正しいってわけじゃないとは思うんですけども一発でね確実に合格するにはね今回の試験問題に見たものが出たとすると過去5年15期分の過去問をほぼパーフェクトに回答することができるぐらいの事前準備が必要かもしれません。 まあね、完璧にっていうのはね、ほぼ難しいと思うんですけども、まあそのくらいのレベルを要求されたっていうふうに僕は感じました。で、それ以外にですね、運要素、サイコロ併用っていうね、考え方もあると思うんですよね。今、合格ライン7割なんですけど、7割ってね、結構きついんですよ。7割のうち、7割じゃなくてですね、6割実力で自分で回答を導き出せて、残り4割の問題ですね。 まあそれをまあまあ4択から2択へ絞り込むとかね明らかな間違ってるものをこう排除した上での,あのサイコロの確率を上げていくようなことをやってまあそこからね1割分ね1割分というか全体の1割分ですよね残り4割のうちの1割分を15点分ぐらいを上乗せしてっていう風うに考えていくとこの6割を取るためには過去ものカバー率でいうと自分で。 まあ最低でも八割ぐらいの正答率があって、その上で。まあいろんな運の要素が加わると。まあ、合格っていうことはあり得るかもしれないんですけども。まあそのくらいじゃないかなというふうに思ってます。私の感覚では。過去問を八割ぐらい解ける。っていう状態だと。落ちてもしょうがないかな。っていうような問題に見えました。でそれはね。 かなりきついんじゃないかなっていうのが正直思いました。で次ですね。でで結局ねどういうふうにすればいいのかっていうところに関して言うと今の私自身が思っていることで言うとまずね過去五年分の過去問はすべて解けるようにする。でそれがねスタートポイントじゃないかなと思います。結構ね大変だと思います。今回ねお話ししたものっていうのはあくまでも一回の試験で出てきた問題なんでねこれが出てますけども。 それと同じ分野で、いくつもいくつも全然、これと違う問題があるわけですね。過去五年分っていうと、十五期分なんで、全体で。まあ三十かける。十五なんでね、四百五十問ぐらいあるんですね。まあ、あの重複もあると思うんですけども。四百五十問ぐらいは、ほぼパーフェクトに回答できる状態に持ち込むと。とそれがね、準備できれば、あの、そこから先で。 えまあ合格は可能性が高くなるんじゃないかなっていうふうに思っています。で当然ですねそれをやっていくと当たり前なんですけども計算問題いくつかあるんですけどもこれはね物理でも数学でもそうなんですけども計算問題は演習を繰り返すことで、まあ、ミスなくね確実に答えを導き出せるようにするあとどんなふうに変形するのかとかですねそこら辺はね数こなさないとね やっぱり身につかないところがあるんでね多少なりとも時間をかけて演習問題を解くっていいうのが必要だと思います私は鉛筆なめなめやってましたけども自分の手を動かしてですねやるのが一番いいと思います安全でねできる問題は安全でもいいと思うんですけども筆算が必要なものはね必ず自分で解くっていうのが大切だと思います。で最後にねこの他の資格の無線工学の勉強するべきか。 まあ陸儀とかね,二陸技とかね一陸儀とかそういったところから利用されてくる問題がねいくつかあるんですけども、えー、ここはね、正直不明ですあの参考にするね、書籍がねいいものがあればねわかるかもしれないんですけどもまずね二山から一山のステップアップだったらねやっぱり一山の高額の問題を 最低5年分ねこれパーフェクトにするってところね最初にやるべきだってうう私は思ってます。それができてなおかつ余力があれば二陸技とかね一陸技とかそういうと,ところの問題からそのものズバリは出ないにしてもそこからデチューンしたねもう少しこう要素を変えて、えー、出してくる問題があったら解けたらいいんだぐらいのね勉強になっちゃうんでね結構ね こ,うね、こ,う勉強ここまでできるとですね逆にここがちゃんとできたらですねもっと高度なレベルまでいってるような気がするんでねこれが必要かどうかっていうのは難しいんですけどももしかしたらこれは逆にですねよく分かってる人ですねあの一山じゃなくてそもうあの陸技とかをクリアしてる人が逆に一山向けにこういう問題が出るんじゃないかなっていうふうなことを解説してくれるようなもん <laughs> があった方がね本当はいいなっていうのがね えー、思っていたりします。まあ勝手なこと言ってますけどね、えー。私自身は今そんな風な感覚でいます。はい。で今回のね動画はこちらで終わりになります。どうもありがとうございました。長時間ねなってしまったんですけれども、えー、なるべくねわ、えー、かりやすくなるように頑張っていました。もしね役に立ちそうならね高評価とかねチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。 J1 BJT でしたこれから受ける方ね頑張りましょうさよなら